プロ転校後初、フィギュアスケーターハニューユズルの、レレア誕生日ショット、公開に、色気が増しすぎ。これは、やばい。ゆずは永遠に王子様、驚きと歓喜の声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今年7月にプロ転校を果たしたフィギュアスケーターのハニューユズルが、12月7日、 28歳の誕生日を迎えた。ハブは12月5日にプロ転向後初となった単独アイスショー、プロローグの最終日を迎えました。千秋楽の会場となった、青森フラット八戸では、プロ転向後としては初めてとなったハブの少し早い誕生日を、会場に駆けつけた多くのファンたちがお祝いしていましたよ。女性指揮者。会場ではサプライズで、ハブさん、お誕生日おめでとうございますというアナウンスまで流れ、 ハブを驚かせたそう。また、誕生日当日には、現役時代からハブをサポートしている ANA の公式 SNS に、花束を持って微笑むハブの画像がアップされ、ファンたちを喜ばせている。ANA の SNS には、羽生譲さん28歳のお誕生日おめでとうございます。プロアスリートとして指導され、ますます、挑戦の日々のハブさん。ささやかながら、お花の、ギフトをお送りしましたのメッセージと一緒に、 ANA カラーのブルーとホワイトの花があしらわれた花束を手に、ポーズを決めるハブの画像が2枚アップされたのです。前室の女性指揮者、大人の色気だだ漏れ、セクシーな羽生ゆずるの誕生日ショットがこちら。ハブの誕生日ショットには多くのファンが反応を見せている。ハブは未だ自身の SNS アカウントを解説していませんからね。誕生日当日の本人画像はファンにとってはかなり貴重です。そのため、 SNS 上には、これはやばい。ANA 様ありがとう。ゆずの誕生日ショットに朝から元気もらった。あえて嬉しいなど、歓喜の声が続々とアップされています。他にも、おめでとう。この先も永遠に、ゆずは私の王子様。最近大人の色気が増しすぎじゃない変わらず美しいゆず。これからも応援してるなど、世界中のファンたちからも祝福の声が多数上がっています。全室の女性指揮者。 来年2月には、スケーターとしては史上初となる単独アイスショーを東京ドームで行うことも決まっているはず。ますます進化する28歳の活躍からも目が離せない。画像は ANA のインスタグラム、アットマークアナ、ジャパンより、羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。